ぴゃーん。よし、じゃあちょっとチョコちゃんの方をやるので、うん、ビニール取ってくれる。うん、うん、チョコちゃんちょっとそこで、うん、上の目を、あ、そうそう、ジャン君もね、取ってたの。ジャン君はそんなところにいる。そうなの。またおトイレの中で。え、汚れてませんでした。ほら、そうね、ずっと寝てたからね。はい、アンデちゃん、シュッシュシュッシュ。上から見てるな。シオくんもジャンくんも男の子は高いところから。見物見物、他身の見物、女の子が遊んでます。アンズちゃん、まあ、こんだけかき回して何も出てこないってことは何も汚れてないんだね。多分ね、あんまザクザクしてる音はしてなかったと思う。あんずちゃんもそんなに臭くなってないから。じゃあいいです。後でやります。あんずちゃん。あんずちゃんのために深めのベッドを探したいけど、最近のさ、流行りじゃないらしくてあんまりないんだよね。なんかふかふかか、シェルか。そんな感じなんだよな。でもあれだ、深めのやつは、うん、あるわ。なんかちょっと形がこう、なんていうのかな、こう丸い感じ。昔みたいに、はいはい、あのこういうんじゃなくて、猫ちぐらの屋根なしみたいな、なんかこうちょっと丸くて深いみたいな。ね、おじちゃんのあのトイレに入る癖っていうのは早めになんとか、うん、そうだね、別のことに移行させないと。よくさ、譲渡会の子猫たちがさ、うん、トイレに入ってるよね。そうだね、うん、もう体が臭くなるんだから。なんだろうね、なんかトイレは安心するのかな。まあね、こんだけ囲われてればね、うん、お子ちゃまたちもすぐなんか 2,3 匹で一緒になって入ってたりとかするよね、うん、じゃあちょっと遊ばせましょう。うん、入るか。じゃあここ中継点じゃあ作ってみるか。はい、このオレンジのまるでトイレのようなベッド、ここに途中入るといいですよ。うん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 、あ
早速お子様は先入るね。チェック入ってる。そうかもね。あのちょうど自分の体を隠せる感じだから。なんでさ、一般普通、今まではにゃんこのベッドって言ったらこの形だったのに。シャコちゃんのお気に入りになりました。掃除の時見なかったな、それが。なんか行っちゃったね。マッチ顔とかに来ちゃった。そうかもね。後でまた探すわ。布にはついてないね。ついてないよ。ここが布についてない。
はい、ちゃこちゃん。ちゃこちゃん。ちゃこちゃん、また遊びちゃん。ちゃこちゃん。カリカリをここにセットして。あなたはしおんくんですよ。そうね、しおん、置いたらしおんくんが食べちゃうんでしょ。ちゃこ。ちゃこちゃん。ああ、遠くまで行っちゃいました。ちゃこちゃん。あ、そうか。扉を閉めやすくするために、それをちょっと引いて。今度はこれが絡んじゃってる。ちゃこちゃん。はい、ちゃこちゃん。はい、ちゃこちゃん。しょうくん。しょうくん。ちゃこちゃん。もう、新しいの買わないとダメだね。あなたは必要ないんですよ、しょうくん。しょうくんも閉じ込めるよ。あ、でもそうか、食べちゃうのか。そうなのよ。まだ置いてないけどね。はい、さてじゃあちゃこちゃんは好きに食べていただければいいですと。そしてあんずちゃんは2階にベッド置いたから隙間になっちゃうけど大丈夫かな。あんずちゃんご飯。あんずちゃんご飯だよ。なってごらん。何？何？ってなったね。どこも？はい、あんずちゃん。はい、ご飯だよ。あんずちゃんご飯だよ。はい、どうぞ。ちょっと警戒しちゃってるかな。どうする？じゃあベッド抜きますか。あんずちゃん。ちょっと食べにくそうだよ。低くした方がいい、うん、乗るかな。乗ってくれるかな。この食べ方ね。頑張れ、まあ、いいです、ね、じゃあそれで。出しっぱなしは、うん、まだやめてくる。はい、これで、あ、あんずちゃん食べないね。あんずちゃんが食べないと全体バランスが崩れるんですよ。あんずちゃん食べて。しょうくん出す？あ、そうしようか。でも今のなんか でもそうか、外に出すと今度はジャン君たちのを食べるっていう。まあでも自分のを食べて、うん、おー、びっくりしたみたい。はい、どうぞ。食べて、なんていうの、自分の食べてお腹いっぱいになれば、そんなには食べないんだよね。うん、うん、お腹がちゃんと戻るまでいろんなことをちゃんとやって、うん、あんずちゃん、食べて。
はい、はい、どうぞ。これじゃなくて、あのカリカリはね、はい、それじゃなくていいわ。朝のね、残り。はい、どうぞ。大人はウェットだけど、おやつ。おやつなので。ちゃんと食べる食べる？はい。はい。どうぞ。食べる？その食べ方なの。その体勢のままじゃ辛かろ。